はい、猫町です。こんにちは。今回は、レゴ、ディズニープリンセスの街の冒険43246の感想をお伝えします。見立ての動画もあるので、よろしければそちらもご覧ください。はい、こちらがセットの内容です。かわいいですね。4人のプリンセスがそれぞれのお店のオーナーみたいな感じでしょうか。カラーリングがそれぞれマッチしていて最高です。それに形もなんとなくわかるみたいな感じじゃないでしょうか。特にティアナのレストランとオーロラの2階建てのお店、こちらですね。レストランはもうそっくりな、そのままな感じですし、オーロラは妖精たちと暮らしていた小屋っぽい感じもあっていいと思います。エルサの氷のおやつ43234でもあってこちらのリングがあるのも嬉しいですね。2つと言わずこの4つすべてこのリングの部分つけてもらいたかった感じもしますが、このお店自体の中も結構細かくて想像力が膨らむと思います。ミニモデルのこちらの噴水とベンチもあるので、おしゃれなタウンの一角であることが表現されているなと思いました。ではドールの紹介とそれぞれのお店を見ていきたいと思います。まずはアリエルです。グリーンのドレス姿ですね。胸元の紫色の貝殻もアクセントです。今回このふんわりした髪の毛が結構いい感じだなと思いました。一番上にはリボンなどをつける穴が開いていますね。後ろ姿、髪の毛を外すとこういった感じです。ちょっと背中にスリットというか入っているんですね。そして今回プリンセスたちみんなボトムスがセットになっていまして、付け替えてみますと、付け替えるときに髪の毛が外れがちです。アリエルはこちらのカラーのボトムスですね。こういった感じです。ちょっと冒険者っぽいようなイメージかなと思いました。ブーツですし、なんとなく働く女性をイメージしているのか、それとも冒険っぽい感じをイメージしているのか、動きやすそうなスタイルになります。こちらが今まで紹介してきたアリエルです。今回のドレスはプリンセスのお城の冒険43205と同じものだと思います。本当は実写版アリエル、ダイヤモンドドレスのものもあるんですが、ちょっとまだ箱を開けていないので、今回はこのアリエルだけで紹介したいと思います。やっぱりプリンセスみんなお顔がリニューアルされているので、目が結構大きめになっているようですね。続いてオーロラです。オーロラもふわふわの髪の毛が可愛いなと思います。リニューアルされて、ちょっとふんわりボリュームのある感じに増えたんじゃないかなと思います、髪の毛が。ピンク色のドレス姿で、こちらアリエルと同じ上はリボンなどをつける穴が開いていまして、後ろ姿、こちらですね。袖のところ結構メタリックな感じです。そしてアリエル同様、ボトムスがついていてこんな感じですね。こちらが今まで紹介してきたオーロラです。魅惑の場所からオーロラのお城までお顔は変わっていますが、今回は髪の毛のパーツはソフトなものから硬いパーツへ変わったみたいですね。続いてシンデレラです。シンデレラも髪の毛がリニューアルされて前髪がくるんとなっているのが可愛らしいです。カチューシャとイヤリングがセットになっているような感じですね。頭のてっぺんにリボンなどをつける穴が開いています。ちょっとおでこが広くなった感じがして、映画のシンデレラっぽくなったような感じがします。長官もちゃんと、ちょっと見えにくいんですが、ついていて、ドレスもノースリーブのドレスのようですね。後ろ姿はこういった感じです。コルセットがしっかりあって可愛いです。そしてボトムスはこちらですね。後ろもこういった感じです。なんとなく上のトップスがエレガントすぎて、ちょっとだけちぐはぐな感じにも見えてしまうかなとも思いました。こちらが今まで紹介してきたシンデレラです。実は1人ちょっとお出かけ中なのですが、今回はこの3人だけで紹介したいと思います。ドレスも少し違うようですが、髪の毛のパーツがやっぱりソフトなパーツから硬いパーツになっているだけ、ちょっと感じも違いますね。より映画っぽくちょっと前髪が短めなシンデレラになったんじゃないかなと思います。あとイヤリングが追加されたようですね。続いてティアナです。ティアナはシンデレラと同じくお団子ヘアですが、前髪を作っていない感じの髪型ですね。肩出しのドレスは、こちらネックレスだったり、描かれている模様だったり、すごくデザインが素敵ですね、ティアナのドレス。後ろ姿もこういった感じです。ちゃんとネックレス後ろまでしっかり描いてあります。そしてボトムスは、ティアナも頭のてっぺんリボンつきます。こちちらですね。みんな同じボトムスなのでお揃い感はあっていいなと思います。こちらが今まで紹介してきたティアナです。結構最近魔法のツリーハウスで出てきたので、ティアナは前回とあまり変わりがありませんね。やっぱりリニューアルした時に結構お顔が変わったかなと思います。髪型もですが。ではミニセットから、まずは噴水とベンチですね。これがあることによって街の一角というかタウン感を出しているんじゃないかなと思います。伝わりますかね。お買い物の後に休憩みたいなストーリーが生まれそうです。作り方はシンプルで、サークルになるようにレゴをこちら高さを変えて積み重ねた感じで、色合いとかがもう噴水ですね。この噴水よく見るとコインが入っていて、願いの泉的な感じでしょうか。細かいですよね。観光地によくあるやつかなって思います。ベンチもこの4枚の長いプレートのものを使っていてシンプルです。地面は石畳な感じでしょうか。お花もあって華やかで可愛いなと思いました。座らせるとこういった感じですね。2人掛け3人掛けぐらいはいけるかなと思います。ちなみに後ろはこういった感じですね。ではまずアリエルのお店から紹介したいと思います。雑貨屋さんかなと思ったんですが、レゴビルダーのアプリではお宝屋と書いてありました。店名もアンティークとなっていますしね。アリエルが人間の世界の興味あるものを集めたお店なのかもしれないですね。きっとアリエルにとっては全てがお宝じゃないでしょうか。外観もアリエルカラーで、この屋根はアリエルの髪の赤、壁はグリーンのドレスのカラーで可愛いと思います。屋根のこの瓦部分というかポコポコなっているしましまの感じがちょっと貝殻っぽいような感じも可愛いです。どこかセバスチャンカラーな感じもしていいなと思いました。またところどころのこちら装飾が金なのもお宝屋さんっぽくていいなと思います。高級感がありますね。壁にはこちら横を見るとレンガが使われているところもどこか地中海風というか海辺の街にありそうなお店の外観だなと思います。旗も可愛いですね。こちら側も花がついています。そして中、2階建てになっていまして、上はバルコニーやベランダといった感じでしょうか。貝殻の旗も可愛いんですが、こちら双眼鏡が冒険心をくすぐられる感じがしていいなと思います。正面から見たらわかりませんが、こちら屋根の裏側、宝箱が隠されているのも遊び心があって楽しいですね。中身はこちら取り出してみますと、金塊だったりエメラルドのような宝石だったりが入っています。こちらの宝箱が紫色なのもアリエルのこの胸元の貝殻の色に合わせていてとってもいいなと思います。もうほんと全部がアリエルカラーですね。大部分ですが、こちら内側に開く扉がありまして、あと扉のパーツは色違いなだけでシンデレラ、オーロラとお揃いのようですね、形は。右手にはポスターがあって、トレジャーハントのスケジュールが書いてあるのが見えますか。もうちょっと8月5日の日曜日にトレジャーハントに行くようですね。素敵。そういうのも募集していたり、このお店ではしてるのかな。そしてこっち側、ちょっと地図がずれてしまいましたが、商品棚の方ですね。ここにはランプや砂時計、あと後ろ側フォークが、アリエルおなじみですね、フォークがあります。宝の地図が2枚入っていて、奥側には時計のようなものがあります。ワクワクするようなアイテムだらけですね。地図と一緒に宝探しに行けるようなコンパスもあります。この外側から見やすいショーケースの中には、ちょっとなんでしょう、銅像のようなものや、ゴブレットのようなものもありますし、ちょっと取りづらいのでごめんなさい、このままで。フォークはやっぱりアリエルおなじみだなと思います。ちょっと使い方が面白いのが、食台のようなものに、結構量々しく飾ってあるのがアリエルっぽくていいなと思いました。人魚らしさが出ていて可愛いかなって。そんなアリエルのときめくものが詰まったようなこのお店なんですね。続いてオーロラです。一番高さのあるお店ですね。お城のようなきらびやかな感じではなく、ちょっと素朴なオーロラが16歳の誕生日までに妖精たちと暮らしていた森の小屋の方がイメージが近いかなと思います。やっぱりお城もいいんですが、結構セットがお城っぽいものが多い分、こういうこっちの小屋っぽいもののセットは嬉しいですね。別売りのオーロラのセットのお城と組み合わせて眠れる森の美女を再現するのもいいと思います。そしてこちら宿屋さんらしいのですが、オーロラらしくピンク色が基本です。この三角の屋根は正面から見るとこの3色で、フラットな屋根ではなくちゃんとこの凹凸の模様があります。2階部分には可愛らしい小窓があってちゃんと内側から開けられるようになっています。見にくいんですがランプが覗いていたり、お花が飾られていたりするのが可愛らしいです。こちら看板には文字はなくて、ベッド、お茶、バラの絵が描いてあって、宿屋さんと分かりやすいですね。1階部分は茶色の壁で、横から見てもアリエルのお店とは違うんですが、ちょっとこちらもレンガ風な感じで落ち着く風合いが出てるんじゃないかなと思います。そして中川ですが、こちらアリエルのドアと同じく内開きの形はお揃いのドアですね。まずは1階なのがチェックインするところがあるようでして、左手に利用者名簿のあるこちらテーブルがあります。ちょっと見にくいので一旦外します。こちらテーブルには羽ペンのようなものと、あと利用者名簿を書いてあるんですが、ちょっと私には大半読めないのですが、ミニーとこちら書いてあるように見えます。ミニーちゃんが来たんでしょうか。ちょっとした小ネタのような感じで嬉しいなと思いました。そしてこのテーブルの奥側にはルームキーがかけられていますね。ホテルのフロントっぽい感じがしてとってもおしゃれです。そして反対側のこちらにはテーブルとあとポスターのような絵のようなものがあります。ちょっと絵も見にくい。こちら絵なんでしょう。おそらく羊の絵だと思うのですが、白いのは羊でよく寝れますよとかそういうことを表しているのかな。ちょっとよくわからないです。こちらのテーブル、ミニテーブルにはロビーっぽい感じもありますね。ウェルカムドリンクなのか、こちら紅茶かコーヒーかココアか、そういった色合いのドリンクがありまして、こちらのお菓子のようなものは、後からティアナのところではあるので、そちらでも紹介しますね。そして2階ですが、こちらレゴビルダーによると、オーロラお気に入りのベッドのようです。ちょっと開いた方がわかりやすいかな。簡単に開けます。こちらベッドの模様も素敵ですが、ブルーのチェック模様が可愛いですね。サイドテーブルには、こちらティーカップとあと、ランプのようなものがあります。こちら本もありますが、いつものワンスアポンアタイムですね。物語を読みながらゆっくり眠りにつくような感じでしょうか。お部屋は2人用で、こちらベッドを寝かしてみるとこういった感じです。可愛らしいお部屋かなと思います。そしてシンデレラです。外観は少し豪華でエレガントな感じもありますね。ブルーやゴールドの色使いがシンデレラっぽいなと思います。シンデレラ城の形を小さくしたようなこの塔の飾りが、あと12時になる前の時計もいいですね。その下にはドレスの看板があるのですが、シンデレラの物語と同じように小鳥さんが手伝ってくれているようなイラストが可愛らしいです。正面からではなく右側のショーケース。ちょっと今撮ってしまったのですが、最初はこうなっていました。シンデレラのドレスが飾られていて、外から見えるのがおしゃれですね。こちら、よいしょ、中から、こちら反対側の壁で、中に回ってみますと、こちら側には、ミシンなど衣装制作の道具があります。ちょっとレトロな形のミシンなのも、おしゃれだなと思いました。ピンク色の布を縫っている最中なのかなと思います。ハサミやこの黄色い布も、中にこちらにはありますね。そして実は屋根に近いこの部分にこちらのデザイン画をしまっておけるスペースがあります。ときめくポイントだなと思います。デザイン画は3種類で、パッと見た感じはシンデレラ、オーロラ、ティアナのイメージかなと思いました。パンツスタイルであったりプリンセスらしさもあるんですが、ちょっと働く女性をイメージさせるような動きやすそうなデザイン画は、それぞれのプリンセスが働くようなコンセプトに合っているような感じがするなと思いました。こうしてちゃんとしまう場所があるのはいいですね。そしてティアナのレストランです。外観は映画に出てきたものとよく似ていますね。ちょっと小さくなったくらいなんじゃないかなと思います。厳密にはちょっと違うんですけど、ティアナといえばのカラーリングで、看板の感じとかちょっとこのギラッとしているようなところはよく似ているなと思います。日本語訳ではこちらの看板、ティアナのお城となっていましたが、英語でティアナズパレスと書いてあるので、宮殿みたいな意味でもありますね。この横の、何でしょう、シェード?何というのか分かんなかったので調べてみたら、オーニングとも言うんでしょうが、オーニング?どっちだ?発音もわからないのですが、お店やっている方ならわかるかな。ともかくこれも映画のティアナのお城についていたものと同じだなと思いました。横にはお花がついていたり、こちら側は結構シンプルな壁ですね。白い柱やゴールドの装飾だったり、パレスって言葉は合っているなぁと思います。とっても素敵なレストランですね。中は入り口も左右対称ですが、中側ももちろん左右対称の作りになっていまして、クリアなドアは外開きです。そして左側にこちらキッチン、右側にジャズなど音楽を楽しめるようなセットがありますね。真ん中にはテーブルがあります。まずキッチンから見ていきますと、コンロがあってお鍋やフライパンが置いてあります。上のレンジフードの色もこれ可愛いなと思いました。下の戸棚、こちらにはどちらも同じように引き出し開けることができるんですが、上の段にだけ泡立て器が入っています。小さくて可愛らしい。そしてコンロの後ろ側にはこちら黄色のものは調味料かなと思います。ティアナが映画でもお料理をしていて振りかけてるシーンとかもありますよね。こちら表現できそうだなと思います。この下開けることができまして、オーブンなのか冷蔵庫なのかどちらかはわからないんですが、多分そのどっちかかなと思います。好きな方で大丈夫かなと思います。ちょうどこのテーブルに置いてあるこちらのお菓子がぴったり入れることができます。レゴビルダーではティアナの作るお料理のことガンボやベニエとありました。ガンボというのはニューオーリンズの郷土料理だそうで、シチューあるいはスープ料理とありました。ティアナのお父さんとの思い出のお料理ですね。そしてベニエの方、ドーナツに似た食べ物で、四角の形に粉砂糖が振りかけてあるそうで、ティアナが将来自分のお店の名物にしようとしていたこともあって、まさに得意料理ですね。ティアナの形的にこのお菓子はベニエじゃないかなと思います。オーロラのお店にはテイクアウトに持って行ってもらったのかな。一緒のものがありましたね。ディズニー公式レシピもベニエはあるそうです。一回作って食べてみたいですね。そしてキッチンの反対側にはピアノとサックスですね。音楽を聴けるなんて素敵なレストランですね。もう本当に映画のレストランそのものだって感じがします。鍵盤もしっかりあって、楽譜もですが。こちら金ピカでかっこいいですね。ミニサイズでもバッチリいい感じだと思います。こちらのテーブルにはもちろん、ドールたちしっかり座らせることができます。グラスやお皿もしっかりありますが、やっぱり蜂蜜がかかったベニエがティアナっぽくていいですね。そしてティアナのお店にはもう一つ仕掛けがあって、2階こちら上がるようなテラスになっているんですが、この屋根の部分パカッと開けることができます。そしてこちらに実は指輪がしっかり収納できるんですね。もちろん蓋は閉まりますし、この収納できるのがとってもいいなと思います。今回はこの指輪2つリングの部分があって付け替えが好きなプリンセスを気分で変えられていいですね。欲を言えば4つ欲しかったんですが、そうすると多分ティアナのお店には収納ができないと思うので、全部は収納できるって点はすっごくいいなと思います。このつけてない方のパーツはなくしがちだと思うので、しっかりしまえるところがあるのはとってもいいですね。宝箱感もあるんじゃないかなと思います。エルサの代わりのおやつに出てきたものと形は全く一緒ですね。色が違うだけです。ちなみにフリーサイズなので大人も一応はめることができます。ちょっときつい感じな部分はありますが、小指だとむしろスカスカで、もしかしたら子どもの手にはちょっとつるっていってしまうかもしれないですね。まとめです。今回のプリンセスたちのお店、それぞれ個性が出ていて、本当に働いていたらこんなことしてそうっていうのが想像できて面白かったです。ティアナはまさに夢を叶えていますし、4人もいるので店長さんだったりお客さんだったりいろんなパターンを楽しめるのもいいですね。ドレススタイルやパンツスタイルの2つがあることがそういうことを表しているんじゃないかなと思います。建物の形やアイテムも個性が出ているので、一個一個作るのに飽きずに街ができていくことに満足感がありました。噴水とベンチのセットがあることも街の一角であることが想像しやすくなると思います。華やかで素敵な街ですね。エルサのセットも作った時も言いましたが、リングがついているので別のセットですが集めて楽しむっていうこともできますし、今日のセットは結構こういう細かいパーツにも定位置があるというか、シンデレラのデザイン画もこの指輪もですが、ここにしまえる、はめるということがあるのでしまいやすいんじゃないかなと思いました。よくミニセットのこれ何のパーツかなみたいなことが私はあるので、この4人だけじゃなく全プリンセスお店が欲しいですね。いろんなお店の店長さんにもお客さんにもなれるのが可愛くて楽しかったです。以上、レゴディズニープリンセスの街の冒険43246のレビューでした。最後まで見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次回違う動画でお会いいたしましょう。